私たちまあコンセプトとして非日常感、一歩足を踏み入れたら海外の、 あの素晴らしい景観が、あの街並みの広がっているということであったり、あとまあゆったりとしたこの別荘スタイルの滞在ですね。もともとは会員制の別荘村ということで、まあ、1993年に開業いたしまして、会員の皆様が、まあ、世界中まあ旅行する中で一番感動したのが地中海沿岸のリゾートだったということで、理想のリゾートを作ろうということで作り上げたという経緯があります。本物にこだわるというのは、あの元々の創設の皆さんの思いの中にもありまして、まあ、家具、それから建具、それからまあお庭だったりこう草花もそうなんですけれども、まさにまあ地中海の雰囲気をしっかりとこう取り入れなさいというのが根底にありましたので、そこはすごくこだわっている部分になります。ルイス・コルベーラさんという建築のデザイナーの方をですね、サポートに、建物のレイアウトから本当にインテリアに至るまで意見をあのいただいております。困った時私たちはすぐ相談をしてですね、やり取りを今もさせていただいております。この噴水は実は27年ぶりにリニューアルをしたんですけれども、これもスペインの工房さんとやり取りして変わったばっかりなんですけど、あのまあ、箱形のホテルさんとはまた違ったこう散策であったりとか、クラフト工房だったりクルージングだったり、あとアクティビティだったり、まあ、自由にですね皆さんがこう過ごしていただける、そういったものをこう設けたっていうことが一番かと思います。最近ではあの温泉を掘りまして、スパアルハンブラというですね非常にこだわった施設となっております。スペインの あの美食の街と言われているサンセバスチャンの一つ星レストランと提携しまして、新バスク料理ということで、スペイン人ならではのユーモアっていうんでしょうか、この素材がこんな風にこう変化するのかというようなですね、面白みのある料理、例えば、まあ、あのエスプーマという全ての素材をこう泡に変えてしまって楽しむんですけれども、スペインオムレツって結構ぎっしり詰まったあのオムレツなんですけれども、それを新バスク料理になるとですね、ふわふわの泡のお料理に変わってるんですね。海外のリゾートの過ごし方っていうものを知らないといけないということで、スペインからですねイタリア、ミコノス島と一通り見させていただきまして、優雅な過ごし方っていうんでしょうか、あのカルチャーショックというか、こんなにゆったりした時間があるんだなっていうのはあの感じることができました。いやでもすごい良かったです。地中海村がすごい再現されてるっていうのが分かりましたね。入社は、6年前、その頃はまだお客様は少なくて、でだんだん SNS ブームとかが来て、まあ、その時代に乗っかったっていう感じですね。あの黄色の鉢が並んでるとこ見ませんでしたか？自然と笑顔になる場所。おー、はい、どんな写真？さっきの写真。普通ですよ。こっちの方がいいんちゃう？こっち？うん、なんか色きれいやん。見えますか？スタッフもここが好きという人がすごく多くて、もう好きなものだからこそ大事にしたいというかですね、まあ、そういったところがこう全ての原動力になっているような気がします。やりたいと思ったことを何でも挑戦させてもらえるというところがすごくあのいいところだと思うので、フォトスポットとかを増やしたいっていうので、スペインの街路樹をイメージしてオレンジの木、絵が得意なスタッフが描いたんですけど、すごいお客様にも好評なので、はい、おすすめです。ホテルの業態っていうのは3交代だったりとか、
こうたくさん従業員はいるんだけれども、まあ、例えば一堂に会したりとか、こう顔も知らないっていうようなこうずれが生じることって多々あるんですね。そこでみんなで月例でこう集まる場を作りました。いろんなテーマに沿ってそれぞれのこう意見を言い合って、まあ、なぜそういう思いになったのかっていう各個人の意見をそれぞれがこう飲み込んでですね、お互いのまあキャラクターを知るというか、円滑に業務を進める上のすごくいいエッセンスになっていると思います。なんか他に移りたいって思ったことは一回もないですね。大西社長の、考えにすごく賛同できますし、で働いている仲間も大好きなの でこの働いている場所もすごく綺麗で、まあ、社員もアルバイトもそのパートさんとかも関係なく一つのことに取り組むっていうそういう会社なので、そこがすごく魅力だなと思います。サービス業ってですね、やはりスタッフが気分よく働いていないと笑顔も出ないしお声掛けも出ないですし、まあ、スッと動けるかどうかっていうのは、まあ、その人の思いがなければできないことなので、そこを一番まあ大事にしているところと言えます。活躍の場っていうのをそれぞれしっかりこう見つけて長く頑張ってほしいなっていうのがあるんですね。この地中海村っていうこう類まれなというか雰囲気で、この本物っていうのは長くどうキープするか維持していくかっていうある意味分かりやすい目標っていうのがあるのを、まあ、共に従業員の人たちと一緒に守りつつ、まあ、日帰りでちょっと立ち寄ってみようっていうので来ていただいたお客様が、あ、すごい素敵なところだな、次来るときは絶対宿泊しようっていうふうに思ってもらえるように、そういうのは心がけてますね。早くチェックインしてもうギリギリまで楽しんでほしいなと思ってます。中にはやはりもう夜に到着して早朝に次の目的地に行かれてしまうって方がいて、まあ、その人たちもすごく残念がっている姿を見ることがあるんですけど、もうぜひゆっくり過ごしていただきたいですね。良さを伝えていけばですね、おのずと情報はもう世界に発信されていくと思っているので、まあ、ここはもう譲らずですね、しっかりとこう伝えしていきたいなというふうに思っております。